はい、えー、それでは今日も動画を撮っていきたいと思います1日1冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューするということを普段やってますでこれまでに450冊以上の本を読んでレビューをしてきました で普段はビジネス書とか英語学習についてまた心理学についての本なんかをご紹介することが多いです。で今日はですね、えー、と最近まあ始めてるんですけれども、えー、これまでに読んだ本の中で面白かった本を、まあ、5冊紹介をするということをしていきたいと思います。はい、で早速始めたいと思うんですけれども、えー、まずおすすめの1冊目として、えー、どうやって飲まないでいるかと。 いうタイトルの本ですでちなみに今日ご紹介する本は私が紹介している動画の番号でいうと,、えー、と41番目から60番目に読んだ本の中から5冊を紹介をしようと思ってます。で、えー、とこの本はですね、えー、とア,ルア,アルコールアノニマスという、まあ、あの団体がありましてその団体が書いてる本なんですけれども、まあ、あのアルコール依存の方あの患者さんが集まられている団体ですね、まあ、もちろんそれをサポートしている、まあ、方々も含めて、まあ、その団体なんですけれども 確かアメリカの団体だったかと思うんですけれども、まあ、あのアルコール依存というものについてまあ自分があの初めてまあ深い知識を得た一冊でした。 でまあ、実際にアルコール依存というのは言葉としてはあのニュースとかでよく聞くんですけれどもそれ実態がどうなっているのかとか、えー、どれぐらいその治療が難しいのかそしてどういうふうに治療を進めていくべきなのかといったところについては結構あの恥ずかしながら自分ではもう全く理解をしていませんでしたでまあ、実はよくよく考えてみるとですねまあ、会社の先輩であったりとかまあ、親族の中とかにあこの人はお酒飲むの好きだなとかお酒飲むとすごい性格変わっちゃうなっていうような人がまあ、あのいてですねあのこのこ 読んだ時にあ意外とアルコール依存というのはまあ、どこにでもあるものであのこういう、まあ、正しい知識っていうのをまあ身につけておいて損はないかなというようなことを、まあ、感じた1冊でしたあのもしアルコールに全く縁がないという方はあの読まなくても結構かと思いますけれどももし周りにですねあの人飲みすぎじゃないかなとか自分飲みすぎちゃう時があるなとかあのまあ、そういうことがあった時に、えーまあ、読んでみるとあの飲みすぎた時にどうなるかということがまあわかるあの1冊かなというふうに思いますあの 読んでみるとやっぱアルコール依存の恐ろしさっていうのがわかる一冊ですね。はいで次の、えー、2冊目はですねえっ、ー、と99.9%は仮説思い込みで判断しないための考え方というタイトルの本になります。でこの本はですねまあ,あのタイトルにある通りまあ世の中にある現象とかまああのー 起、ね、きて理解されている世の中にある現象っていうのは99%は現時点での仮説なんですよということを言ってますでまあ,あのそれはどういうことかっていうとあの例えばニュースとかを聞いてる時にですねなんかこうさももっともらしく、えー、報道されてる内容であったりまたあの仮にその時点で科学的に100%正しいと信じられているような情報でもそれもあくまでその時点で99.9%、まあ、この数字にはあまり意味ないと思うんですけども、まあ、あ,のある時点で正しいとみんなが概ね思って 内容というだけであって別にそれはあのいつでも覆ると あの科学であれば、まあ、何かその科学的な根拠によって覆されることはあるし、まあ、多くの,その、まあ、人の考えであったりとか思い込み、えー、とか、まあ、マスメディアの情報っていうのは、まあ、あくまでその時点で自分が得られる情報の中で、えー、目の前に映っているものと、まあ、そういうふうな捉え方をすると、まあ、頭が柔らかくなって、まあ、発想を切り替えることができますよというような内容でした。あのちょっっととと自分の中でで考えがくなななてきし,ましまうなというよういよ方は読んでみると まあちょっとあのハッとさせられるというかそういう内容が、えー、書いてあったと思います。 で、えー、3冊目は「ですねこのスタンフォードのストレスを力に変える教科書」というタイトルの本をご紹介します。でこの本はですねあのこれもまあタイトル通りなんですけれども、えーまあ、ストレスという言葉がありますので一般的にはそのストレスという言葉はまはあ、ネガティブなもの良くないものなければいいものとして理解されてるんですけれども実はそのストレスっていうのはそういうものではなくてそれをまあ力に変えていくことができるんですよということまたそしてその具体的な方法っていうのを、まあ、あの著者の経験を通じて書いています。 であのまあ、よく言われることですけれども何かスポーツの試合の前であったりとか大事な発表の前に、まあ、緊張するとか、えーまあ、不安を感じるとか、まあ、そういうストレスを感じる場面っていうのは、まあ、あると。 でまあ、なんだけれども実際に今研究結果が分かることとしてはあのリラックスしているときよりもやっぱり適度な緊張があって、えー、まあそれを理解している状態っていうのがあのパフォーマンスが高いんだということであったりとかまたそのストレスを感じたときにですねあの自分を高めるまああののななんていうのかな人生の中のまあある一つのステップだと捉えて、まあ、前向きに乗り越えていくことによってまあ、力に変えていくことができるんですよとまあそういう内容でした。であああのの感情論論とか、まあ、イメージ論だけではなくてまあ、あの研究 結果とか著者のまあ経験とか、まあ、そういったものが充実しているのであの納得感を持って読むことができました。 はい、で4冊目はですねこちらの「ダークサイドスキル」というタイトルの本になりますでえっ、ー、とこう帯のところにですね「きれい事だけでは人は動かない」というふうに書いてありますけれどもあの内容自体はまあビジネス書ですでビジネス書なんですけれどもあのまあ、主にまあ部長とか課長とかまあ事業部長っていうんですかねそれぐらいのまあ,あの役職に就かれてる人が、まあ、どのようにすればその会社の中でまあうまく立ち回っていけるのか、まあ、どういったところに注意をしてまあ、上の人と付き合うのかまた下の人とつき のか上下というか、まあ、上司と部下ですねと付き合っていくのかまあ、あのー、そういうことについて、えーまあ、生々しく書いてる本になりますで生々しくっていうのはあの変にネガティブなことを煽っているわけでもないしかといって綺麗なことを書いてるわけでもないんですけれどもまあ、そのなんか絶妙なバランスの、えー、まあスキルというかそういう必要なその能力っていうところをまあ書いてるところが面白かったかなというふうに思います。のけれれどももそそは必ずしもその 悪いという意味だけではなくて、まあ要はなかなか普通の人が気が付かないところまで気を回すことによって上司に聞きに行ってもらうとか。まあ、それは別にあの人としてスキルとしてあの間違ったスキルではないと思うので、まあ、そういったところについてもまあ学ぶことがいくつかあったので、面白い本だったなということをまあ感じました。 で、えー、ちょっと閉じちゃいますけど最後、えーと「革命のファンファレ」という本をま5冊目にご紹介をしたいと思いますでこの本はですねあのたく非常にたくさん売れてる本だと思いますのでまあ他にもレビューいっぱいあるかと思うんですけれども、えー、まあ例えばこの YouTube とか見てられる方はまあご存知だと思いますけどまあ、あの西野さんというあのキングコングの西野さんという方がまあ書いてる本ですで確かこの内容この本にか、ね、書かれてる内容っていうのはまああの煙突町のプペルだったかなあの本がまあ出た時の の、えーまあ、話経緯なんかを書いていいてたと思いますで私が個人的に非常に印象的だったのはまずその西野さんがもうあのー、本当にまあ、戦略的にというかあの論理的に自分のビジネスというものを、まあ、眺めたり組み立てたりしているということに驚きました。でと例えばですねそのこの本の中に書かれてたと思うんですけどもちょっともしかしたら他の動画とかですねメディアの情報と勘違いしてるかもしれませんけれどもあのー えっと、まあ、お土産っていうものがあると、で、そのお土産っていうのが、まあ、なぜ価値があるかっていうと、えー、まあ、そのお土産を人は買っているんではなくて、その旅行の思い出を買っているんだというようなことを言っていたと思います。で、この本の中でも、その煙突町のプペルの、まあ、マネタイズの仕方について書いてあったんですけれども、単に絵本、まあ、西野さんが書いた本として本屋で売ると、まあ、売れないと。で、そうじゃなくて、えー、その煙突町のプペルの、まあ、あの、絵をですね、えー、無料で。 展示会をするとでその展示会をした最後出口でそのプペルを販売すると。でそのマネタイズのタイミングっていうのをずらすということをするだけで、まあ、あの単純に言葉で言えば簡単なんですけれどもその人がまあどこに価値を置いているのかそしてそのマネタイズのタイミングが、えー、今までどこにあったものをどこに移すとそれが、えー、まあ何て言うのかなお金がまああの支払われやすくなるかということをまあ徹底的にまあおそらく考えられて、えー、まあそういうことを をましたとでそれによって、まあ、実際にあの多くの本が売れたというようなことが書いてあったと思いますの、えっとなかなかですね普段こう真面目なというか硬いビジネス書ばっかり読んでるとですね、どうしてもこうなんか今ある戦略であったりとか、まあ、自分たちの強み弱みとかっていうことを、まあ、あの考えてしまうんですけれども、まあ、それだけではなくてです、ね、そのビジネスモデルを本当にフラットに見てあの、まあ、なぜ今こう,こういう仕組みになっているのかっていうことをあの本当に素直に観察されている方なんだなということをまあ感心しました。 でその上で、まあ、あのどういうふうに組み替えていくかっていうパズルを、まあ、組み上げてらっしゃるっていう印象だったんですけども、まあ、私自身もですねビジネスモデルを考えたりとかっていうことが非常に好きなので、えーまあ、そういう,こう頭の体操をするのが好きな方は、まあ、読まれてみると、まあ、何か気づきみたいなものがあるのかもしれないなというふうに思いますす、はい、ちょっっと長くなってますけれども今日はこの5冊です。 でえー、とまた明日もですね、このランキング形式で5冊本をご紹介しようかなと思っています。で、平日はあの普通の読書レビューをしようかなと今の時点では思っています。はい、でもしよろしければあのチャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。えー、日々の活動の励みになります。はい、じゃあ、今日は失礼します。